はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ2、またやっていくわけなんですけれども、今回はですね、まあ、また初めからやりまして、でプレイデータは引き継ぎませんということで、ロマンサガ2の主人公ですね、まあ、主人公は誰ですかと言われれば、まあ、最終工程になるんですよ。で前回のね、ロマンサガ2はもう最終工程多分動画の最後2回しか出てこなかったんで、まあやっぱり主人公長く使ってやりたいじゃないですか。ということで今回はもう早々に最終工程を出して、最終工程でどんどん進んでやっていきたいと思います。まあそういう感じで、まあ最終工程どっちにしますかということなんですけど、まあ本当はねやっぱり女性の方が使いやすいんですけど、まあ出てないんで、やってないんで、男性の最終工程でいきましょう。名前は俺っていうかさ、ミカミックス入るこれ、ちょっと言ってみよう。で4文字とかだったら入んないけど、まあ、せっかくだから入りそうだな、結構長く入りそうだ。そうだよね、他の名前とか他のクラスとかも結構長い名前のやついたからね。これくらいの文字数は入るわ。じゃあ最終工程ミカミックスで、全国統一七英雄を倒すロマサガ2ということでやっていきたいと思います。で最終工程が出る条件っていうのが、まあなんかその七英雄5人倒すとか、まあ時代をいっぱい進めるとか、多分そんな感じが普通だと思うんですけれども、もう一つですね、その皇帝になる継承者がいなくなったら最終工程が出るんですよ。で各クラス1人ずつ、1回ずつその皇帝になれる権利があるんで、まあ、それが全員死んで、権利を持つ人がいなくなったら最終工程が出るというので、まあ、まずは、ジェラールを皇帝にして、まあ、継承できるところまで進めていきたいと思います。さあこれでジェラールが皇帝継承できるようになったので、ここからひたすら皇帝継承を繰り返して最終皇帝が出るまでやっていきます。さてこれで全員死んだはずなんで、最終皇帝ミカミックス登場ですね。強っ一人と突然192になってんな。あ、ちょっと待って、継承しますか。はい、先帝の無念を晴らす。というわけで、最終皇帝ミカミックスが登場して、まあ、進めていくわけなんですけれども、まあ、最終皇帝のメリットとしては、まあ、まず今最序盤なんで、最序盤にしては、強いという感じですね。まあ、そもそも能力が高いんで、腕力も25あるしね、全部20超えてるんで、まあ、能力が高いというのがまず一つ。あと装備が強い。もういきなりデイブレード持ってるから、デイブレードにハルモニアスーツ断熱服、まあ、精霊の指輪はねちょっとあれですけど、とにかくハルモニアスーツが強いというところが、メリットになるのと、あとこの方法で最終工程を出現した場合ですね、なんか知んないけど同じ装備が倉庫に送られてるんですよ。倉庫行って、まあ、引き出す武器、デイブレードが1本あったと、あとハルモニアもあるはずなんで、これハルモニアもあるんで、ワンセット、もうワンセット手に入る。体験強いのが2つあります。
断熱取り出してハルモニア取り出して、あと一応まあいいか、精霊の板まあ取っとこうっていう感じですね。でもちろんデメリットもめちゃくちゃあって、まずもう最終工程なんで年代ジャンプが起きないんですよ。なんで年代ジャンプ関係のイベントを起こすことができないと。だから気をつけなきゃいけないのが、絶対こなさないと積んじゃうイベント、年代ジャンプが起きないんで、まあ、それに関わるイベントを気をつけていかないと、あのイベントが先に進まなくて積んでしまうというのがあるんで、まあ、やんなきゃいけないイベントは、まあ、そもそもないんですけど、あんまないんですけど、まあ、こなしていかなきゃいけないと。でここの技開発はね、なんか途中で出るらしい。年代ジャンプは起きないんだけど、まあ、イベント終わらせると1年とか2年とか経過するじゃないですか、まあ、それで、まあ、こいつらが出現するらしい。あともう工程が変わらないんで、陣形が基本インペリアルクロスでいかなきゃいけない。他の工程慣れないんで新しい陣形を覚えられないということですね。あと、武器と防具の開発もできない。まあ、初期はねできるんですけど、あの年代ジャンプが起きないんで先へ進まないということ。あとは合成術が作れない、魔法研究所は作って、1年くらい経過するのかな、まあ、それ5回だっけ、戦闘経過すれば魔法研究所は、完成するんですけど、合成術は年代ジャンプが必要なんで合成術が作れないというところです。まあ、そういった感じかな。まあ、こういった特徴があるんで、まあ、まずは仲間を集めよう。インペリアルクロスと行くんで帝国重装歩兵は欲しい。剣でしょ。あと体験が1本あるんで、どうしようかな。フリーファイター、いやフリーファイターじゃなくて帝国軽装歩兵のジョンを入れて、あと槍を使っていきたいんですよね。インペリアルガードをちょっと入れたいなと思ってて、まあ、槍要員でアンドロマケイちゃんを入れますか。あとやっぱり術も欲しいんで、術要員として、どっちかな、やっぱこっちかな、アリエス。よし、このメンバーでとりあえず最初は行きましょう。であとメンバーチェンジしたいときはもう LP0 にしなきゃいけないんで、そこもちょっとめんどくさいというところですかね。じゃあまずは戦闘陣形、インペリアルクロスでジョンを先頭に出して、でアリエスを引っ込めて、で装備、あ、鋼鉄の剣持ってくればよかったな。でジョンにデイブレードを取りさせるでしょ。でバイソンにプロテクトスーツ、なんてうんこじゃなくてハルモニアスーツで断熱服も上げましょう。ちょっと鋼鉄の剣を引き出してきますか。レオンの使っていた、そうだから、結局開発ができないんでクロスクレイムはもう取れないんですよ。基本的にはやっぱりその宝箱とかから回収していかなきゃいけないんで、まあ、強い武器はまた例によって幻獣剣とかになるんですけれども、まあ、どんどん最初の方で回収をしていきましょう。でバイソンは鋼鉄の剣で、まあ、ジョン、デイブレイド、この辺の装備はもう変えらんないからね。でこいつ、そうだ、槍を使わせたいということで、ロングスピア、あれのだなんか2本くらい引き出しちゃった気がするけど、ロングスピアにして、で弓はいらない。でそうするとここもいらないんで、まあ、適当に。で宮廷魔術師は、まあ、装備できるやつを装備しておきますか。あ、待って、魔力を上げたいから精霊の指輪つけよう。よし、 OK。 じゃあこれで、まあ、まず何するのかというと、本当に最序盤なんでゴブリンの罠、ゴブリン退治に行きましょう。まずは足払い、エイミング、巻き打ち、強よし、強撃、ゴブリンの親玉、キング、なんか久々に見た気がするな。
この前倒さなかったからね。やはり強いのはデイブレイズで、ミカミックスはちょっと術レベル上げたいんで魔法を使っていきます。カウンター 267 強い。唯一の俺の攻撃要因がファイアボール。ちょい蘇らせよう。大丈夫だと思うけど、こいつファイナルストライク使ってくるんだよね。風車、それでも171。この頃の火力ってどうなんだっけ。デイブレード使おう。魔法はもう2種類打ったから400。上がるね。ゴブリンソード待たせたな、クジン氏。俺が最終皇帝だ。あのソウルスティールはちゃんと見切ってあるんで、ここソウルスティール封印するとそれこそ本当に詰むから、それはダメ。強撃600、まあほぼ700かな。で技術点は欲しいから魔法はちょっと1回ずつ使っておく。腕を上げたっていうか武器が強くなった。で元気の水で毒を回復させておきますか。強撃でいいよね。何代もにわたってソウルスティールを継承し続けてきた。多分80代くらい皇帝だと思う、最終皇帝で。もうでも死にそうだよねこいつも。強撃、まあさすがにこれで終わりでしょう。500、この時代にしては破格。長い間どれだけ眠るんだ。少なくとも100年は眠らないはずだ。ビクトール・ウンガ。ビクトール、懐かしい名前だ。で術は作れるはず。100万、170万か。まあまあまあ、そんなに開発で別に金使うわけじゃないから金に余裕はありそうなんだよね。アバロンの木植えるって言ったら一応植えておこう。よし、 OK。 であとはディープワン道場をやるんで、ちょっと素振り用に弱い武器を回収してこよう。体験とか長剣とかそこら辺。長剣1本、体験2本で大丈夫か。おやすみ皇帝さん。ディープワン道場はしっかりやる。切り落としと音速剣あたりは覚えていきたいよね。エアスクリーンかけとこう。で鋼鉄の剣じゃなくて長剣、まあ、武器は関係ないからね、技を覚えるのに。マキ死ぬ。ちょい渡ったのか。こいつヒットポイントいくつあったっけ。122ってことは1200くらいだな。 10% 回復するとして2ターンくらいで撤退しないと倒しちゃいそう。ペイン、死んだ。覚えた、イナズマ突き。ちょっと逃げよう。これで チャージ、槍よく覚えんな。みじん切り、まあまあまあ悪くない。よし、切り落とし。なんかジョンが全然覚えないからもういいや。ディープワン、お前は消えていい。デイブレイドの切り落とし、みじん切り、稲妻好き。
強撃でいいや。デイブレード。2発。じゃあ竜の穴の、モンスターの巣のゼラチナスまた退治ですね、まあ、固まってるけど大丈夫でしょう。火力で押し切る。稲妻月、稲妻月は入るはず。稲妻だから。強い強い。槍が欲しいね。だから、まあ、長剣も欲しいけど、長剣はまあ幻獣剣という目処が立ってるけど、槍がどこにあるんだかわからん。これで格闘家イベントも終了。まあ別に格闘家は使わないけど。じゃあこの後は幻獣剣を取りに行く鉄板ルートで行きましょう。南のティファールに行ってルドン制圧して、砂漠抜けて、幻獣剣取りに行くというルートです。ルドン鉱山の金は回収しておこう。金、鉱山のボス、リザードマンか。雑魚だな。なんか戦ってて思ったのが、なんか術のレベルって後で技術点が大量に手に入るようになってからまとめてあげてもいいんじゃないかって決心だ思うようになってきた。今はね、ウィンドカッターとか結構火力出るんだけど、中盤だよね、やっぱり。ストーンシャワー覚えるのもさ、結構かかるから、もう水流とかでさ、一気に技術点貯めて、で、使えるようにするっていう方法の方がいいんじゃないかって思う。あと、槍がね、やっぱ弱くて、槍は第一段階、ちょっと開発してもいいかなって思ってるんですよね。剣はまあ幻獣剣が取れるからいいでしょう。やっぱり火力で押し切っていくのが一番早いと思うんで。100とかね。これでルドン地方は制圧です。次、東のダンジョンのボス、オピオン4ピッカー。こいつは大して強くないかね。次とかになってくるとなんか電撃あたりが結構食らう。なんかサンダーボルトとか使ってきた気がする。それがめっちゃ強いんだよね。何、毒のダメージが結構きついな。素振りで大丈夫、十分で。ばあちゃんから LP 回復買って砂漠へ行けるようになりましたと。でちょっと思ったんだけど、槍と証券ってレベルが一緒なんで、イロリラの星でいいんじゃないかってちょっと思った。まあ、30あればとりあえず十分でしょう。アンドロマ系はレベル上げのためにちょっとイロリナを使う。で、強い槍が入ったら槍を使っていくという方向にしよう。で、こっから遺跡の話を聞いて幻獣剣を取りに行きましょう。砂の遺跡、まずは金を回収して、そして幻獣剣。なんか上にモンスターがいるけど。で、バイソンに装備させて37。もうほんと一番お世話になるよ、これが。火力も上がったんで運河要塞を突破しましょう。では、北欧の部下だかなんだかよくわかんないやつ、まあ、全力では行きましょう。イロリナがまだ何も覚えてないんだよな。切り落とし、強撃、ダブルヒット。271耐えられるか。
みじん切り。なにやるな。ワンターンキルはできなかった。スカお決まり。雑魚がこれで南バレンヌも制圧で、こっからが大事で、キタロンギットの武装小戦艦、これ服従させないと積むんで、速攻でやりましょう。一番大事。こいつの話も聞いとこう。古い遺跡、支配下に入れ。やってやろう、バイキング。所詮はただの海賊だな。では帝国の配下になろう。降伏を認めましょう。これでキタロンギット解決。感電症、ようやく一つ目覚えた。弱い。ちょっと毎回ルドン高原抜けるのがめんどくさいんで、ナゼル地方統一しましょう。ま、もういらないけど、スプラッシャーも回収しておきましょう。プラズマスラスト、あれこれ1列だっけ、全員だっけ。ダンダークがいたらどうしようかと思った。リザードレディ、所詮はただのザボ。証券もやっぱちょっと弱いな、まあ、攻撃力的には30っていう数値は悪くないんだけどな。まあただワンターン、これでナゼールも制圧と。今何年だ、誰か。あ、大学ね、200万ある。割とギリギリだな。開発してなくてこの金額だからね。開発してたら絶対金なかったわ。2011年か、それなりに経ってるね。これ最終工程ってこれ取れんの。ちょっとやってみよう、人力風起こし。あれ何も言ってこない。でこれが取れないから楽器集めないといけないっていう話になるのか。であとやりたいのが、テレルテバ解放してユーヤンに行って、ヤウダ地方のイーストガードですね。ちょっとイーストガード今回使いたいんで、仲間にできるフラグまで立てていきたいと思います。でジョンは外す。 LP あといくつある、こいつ9もあんのか。結構あんな。ジョンとイーストガード入れ替えたいんで、まあ、そのためにはまずテレルテバを解放していきましょう。で話してればいいんだっけ、ここ。お、夕方になった。あ、いなくなった人が。で出てきたんで、ちょっと真ん中の塔、テレルテバ塔のボス。分かっている。それがどうした。俺は最終皇帝だぞ。永遠に生きられるのなんてさ、これなんかノエル、モンスター処分するとか言ってたよね。トリケトプス弱そう、素振りでいこう。何ちょっとなんか硬い、何硬いぞこいつ。串刺し見切った、ちょっと侮っていたけど弱い。これでテレルテバ解放、ヤウダ地方へ行こう。チョントン城、すいません。勝負だ、石州祭。切り落とす。一撃で倒せるかな、こいつ。ゴワー、無刀取り4、危ねえ。死ぬかと思った。月へ、石州祭やりおるわ。
いい勝負だ。ちょっとこいつ何なのマジで。ハルモニアスーツなかったら死んでたな。終わりだ。いや見事だ、石州採用。まあ確かに及ばなかったといえば及ばなかったね。まあ許してやろう、石州祭の強さに免じて。十兵衛よろしく頼む、連れて行こう。ジョンは死んだ、奴の代わりに十兵衛を入れる。でインペリアルクロスにして、であと最終的にはバイソンをインペリアルガードに変えて、アンドロマ契約どうしよっかな。でアリウスもちょっと変えたいっていう感じで、体験役は十兵衛に任せる。剣は14、刀、まあ、デイブレードでしょう。鉄の鎧、ナックルカバー、革のすね当てか、まあまあまあ悪くないのは持ってるね。まあ初期装備だけど。というわけで、じゃあ最終工程で進めていくロマサガ2第1回目はここで終了したいと思います。まあパパパッとやってるのでね、多分全3回か4回くらいでは終わると思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。